皆さん、おはようございます。マーティン。ダイアルウェイクバ元気だけです。元気だけが ECC。今日は過去形をちょっと勉強したいと思います。過去形ですが、ね、一般動詞の過去形。はい。申し上げます。過去には過去の動詞形。はい、どうぞ。まず ED があって、play は played、c a l 声はコ l ルル、v e はイブル、D をそのままに D を送ったり、t トップルだったり、 p を重ねて取るやつだったり、あとは y を i に変えて ed をつけるのを、はい、覚えてください。発音には十分注意しましょう。これが不規則動詞と規則動詞。全然違います。はい。それではじゃあ、普通に言います。I played baseball yesterday. そういう感じ。3夜。否定機の場合は、I did not didn't study last night. そういう感じになりますがただ、過去を表す語としては昨日がイエスで昨夜は、ラストナイト、昨年は、ラストイヤー、先月は、ラストマース。ラストウィークは、先週、ラスサンデーは、日曜日とか、月曜日とか日日、2夜は、2年前。こういうふうに過去を表すんです。はい。Did プラス、主語プラス、動詞の原型の場合は、Did you study English yesterday? そういう感じ。答えのときは、Yes, I did. No, I didn't というふうに答えます。Did she visit k ラ o トイ last year?Yes, she did.No, she didn't. そういうふうに答えます。疑問形他にも what とかいろいろ始まるやつ、what プラス疑問文の形で覚えてください。まあ ,gowjh も同じです。はい。というわけで、これが一年の英語でございますが、 えー、一般同士のここ形勉強になりましたでしょうかというわけで以上です。それじゃあバイバイ。